今日未明熱海市のアパートで30代の男性を刃物で刺した疑いでこのアパートに住む男が警察に逮捕されました刺された男性はその後死亡が確認されました殺人未遂の疑いで逮捕されたのは熱海市渚町の無職村上翔吾容疑者24歳です村上容疑者はきょう午前2時ごろ住んでいるアパートで 三島市青木の職業不詳関雅俊さん36歳を刃物で刺した疑いが持たれています関さんは病院に運ばれましたがその後死亡が確認されました関係者によりますと関さんはこのアパートに住む友人の部屋に来ていて何らかの理由で村上容疑者とトラブルになり階段の踊り場付近で腹部を刃物で刺されたとみられています 警察は村上容疑者の認否を明らかにしていません。警察で事件のいきさつなどを詳しく調べています。